花火のようにあずさのコペルニクス的展開を起こしたものというのは他にもたくさんあって、例えばディズニーランドのアトラクションの中で水を利用しているところっていうのは特に嫌です。カリブの海賊とかイッツアスモールワールドって、あれあんイッツアスモールワールドは結構並ぶかな、でもあれってあんまり並ばずに乗れるから割とその空いてる時にはかなり空いているアトラクションだったりするのでよく乗ってたんです。でいつからかあれこんなに塩素臭がしたっけっていうぐらい塩素の匂いが気になるようになったんですよね。で他にもディズニーシーね、あれはディズニーランドよりももろ水が多い、アトラクションですよね。まあ、ディズニーシーって言ってるぐらいだから、海をモチーフにしているので、水を消毒するためには塩素を使わないはずがないわけで、やっぱりいつからか気持ち悪いなって思うようになりだしたんですよね。あまりに塩素がきついと感じるようになった。だって塩素って揮発するからやっぱ知らず知らずに吸い込んでしまっているわけで、そういう意味ではプールも嫌です。何が嫌って、プールはもっと嫌なのはあの水着を皆さん着てあのプールの中に入るわけだから、洗濯洗剤とか柔軟剤とかがそこに溶け出してるわけね、水の中に。だから塩素の匂いだけじゃなくって妙な芳香臭がしてくるわけよね。で、まあ、市民プールとかさ、そういう大衆のもう年齢構わず、ちっちゃい子から、ね、大人まで来るようなプールだとさらに、まあ、ちっちゃい子とかプールの中でおしっこしちゃったりする子もいるわけじゃない。だから塩素って結構きついくなってるなってるんだよね。で、あずさちっちゃい頃からそのプールってなぜか上がった後気持ち悪くなっていて青ざめていることが多かったんだけれど、なんでかなって分かんなかったの、その当時。今になってああこういう理由かってちょっと分かりました。だって塩素だけじゃない、その洗濯洗剤とか柔軟剤とかの匂いがもうプールの中ですすぎ状態になってるから、プールの水はもう化学物質にまみれてますよね。それが多分体調不良の原因だったんじゃないかなって今思う。まあ、だからこそもう行きたくないところのナンバーワンですね、プールは。それから海ってもうね、あんま行きたくないですね。海は別に塩素使われてるわけじゃないけれど、なんていうの、日焼け防止のためのその日焼けクリームを塗ってる人とか多かったりとか、異様な香水の匂いがしたりとか、まお祭りもそうだけど屋台とかでねかなり煙が出てきてたりとかっていうのもあるんだよね。他にもねいっぱいその昔ねちっちゃい頃はお祭りとかそういうのも楽しみにしているはずのものだったんだけれども、なんだろう、なんか人体に影響が出てきてるっていうのを感じ出した時から嫌だっていう立場に逆転していったんですね。だけど今世の中 90% ぐらいの人が楽しんでいるものとか普通の生活で使っているものに対して拒否反応を起こすかなりごく少数派の方に自分が触れていったことで、こっちの、90% 寄りの人たちと相入れなくなってしまった。もう住む世界が全然違うような状況になってしまったので、これはかなり人間社会こう溶け込もうとしても難しいのがある。そうすると
なんだろうね、自分の中でのかなり大きな変化が出てきていて、人生の中でこんなに紆余曲折する場面ってあるかなっていうぐらいいろいろ考えることが増えた。まあそういう意味では貴重な体験をしているんだなとは思います。